この動画では Live 2D Cubism Editor 3の便利な機能を紹介します。Live 2D の基本的な操作については他のチュートリアル動画をご覧ください。今回はモデラーの機能を紹介します。ブラシ選択ツール。柔らかいものを変形させる際に便利なツールです。アートメッシュをブラシ選択ツールでなぞると、選択された部分が赤に変化します。色が濃いほど影響度が強く選択された状態です。このツールは髪の毛の毛先を揺らしたい場合や、胸揺れの動きをつける際に便利です。形状のコピー、ブレンド。オブジェクトの形状をコピーし、別のキーに貼り付けたり、中間の形状を簡単に作ることができます。オブジェクトを選択した状態で、モデリングメニューから形状の編集内の形状コピーをクリックします。ペーストしたい位置にキーを合わせて形状貼り付けをクリックすると、コピーした形状と同じ形状になります。形状ブレンドでは適用加減を数値で指定することができます。この機能はオブジェクト全体だけではなく、メッシュの頂点やデフォーマの分割点単位でも適用することができます。元の形状に戻す。アートメッシュを原画の形状から誤って変形させてしまった場合は、モデリングメニューから形状の編集内の元の形状に戻すをクリックすれば、すぐに原画の形状に戻すことができます。デフォルトのフォームをロック。誤って変形させてしまうのを避けたい方は、パラメータパレットメニュー内のデフォルトのフォームをロックの項目にチェックを入れておくことをお勧めします。チェックを入れると、デフォルトの状態では形状を編集することができなくなり、ビューエリア右下に警告が表示されるようになります。動きの反転。片方のデフォーマの形状を作ると、反対側の形状を自動で生成してくれます。角度 X などの動きを作る際にとても便利です。片方の形状を作ったら、パラメータパレットメニューより動きの反転をクリックすると、反対側の形状が作られます。編集レベル。キャンバスビューは3段階の表示を切り替えることができます。特にワープデフォーマを編集する際には、編集レベルをこまめに切り替えながら作業することで効率を上げることができます。編集レベルはツールバーから切り替えることができます。デフォルトは編集レベル2です。コントロールポイントを使って編集することができます。レベル1では分割点のみの表示となり、細かい部分の編集がしやすくなります。レベル3ではコントロールポイントがデフォーマの四隅のみの表示となり、大きな変形を簡単に作れるようになります。パラメータの絞り込み。パラメータがついているオブジェクトを選択した状態で、パラメータパレット上部に並んだアイコンのうち、左から5番目のアイコンをクリックすると、オブジェクトについているパラメータのみが表示されます。パラメータが増えると、動かしたいパラメータを探すのに時間がかかることもありますので、絞り込み機能を使うのがおすすめです。パラメータの調整用ポップアップ。パラメータをクリックすると、右側に3つのボタンが表示されたポップアップが表示されます。一番右側の三角ボタンにマウスを合わせると、選択、反転、調整、変更の4つのボタンが表示されます。選択をクリックすると、そのパラメータが設定されているオブジェクトが選択状態になります。動きをつけた後に再度調整したくなった場合に便利です。オブジェクトを選択した状態で反転をクリックすると、パラメータのキーフォームが反転します。値を逆に設定してしまった場合は作り直すのではなく、この反転機能を使用すればすぐに解決することができます。調整をクリックすると、値の調整ダイアログが表示されます。キーとキーの形状を入れ替えたい場合や、キーフォームを維持したままキーの数値を調整したい場合に使用します。変更をクリックすると、キーの数値、形状を維持したまま別のパラメータに動きを移すことができます。ポップアップリスト。ビューエリアの上でコントロールキーを押しながら右クリックすると、クリックした付近にあるオブジェクトをポップアップリストで表示してくれます。視覚的に選択したいオブジェクトを選べるので便利です。コンテキストメニュー。ビューエリアの上で右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。最後に動かしたパラメータが表示されたり、
オブジェクトを選択した状態でコンテキストメニューを表示させた場合には、上部にデフォーマの階層ツリーが表示されます。その他にもこれまでに紹介した機能や便利な機能が表示されます。ぜひ活用してみてください。スナップショット。スナップショットアイコンをクリックすると、現在のキーフォームの状態を半透明の画像で記録してくれます。左側のアイコンが記録用のボタンで、中央のボタンが記録された画像の表示ボタンです。右側のアイコンをクリックすると、記録したスナップショットをパーツパレットへ画像として保存してくれます。ランダムポーズ。ビューエリアの右下にある再生ボタンをクリックすると、すでに動きがつけられているパラメータがランダムに動きます。キャラクターの動きを簡単に確認することができる機能です。便利な機能の紹介は以上です。いろいろな機能を使いこなして効率的なモデリングに挑戦してみてください。